よいよ東京オリンピック・パラリンピックを迎える今年2020年が始まり、さらに盛り上がりを見せている日本国内ですが、2000年5月から毎月拉致被害者の救出を願い、忍耐強く祈り続ける横田早紀江さんを囲む祈り会では、記念すべき今年こそさらに喜ばしい忘れられない年にしたいと祈りを一層熱くしています。2020っていうのは国民にとってもね、私たちにとっても印象深い、焼き付く年になるので、この年めぐみさんが救出されたっていう奇跡のような出来事をね、日本国中が喜ぶような年にね、したいなと、なってほしいなと、それだけの苦労を皆さんしてきたっていうのを知ってますから、早紀江さんはじめね、2020年はそういう面では、記念すべき年になってほしいなと。毎月第3木曜日に持たれる同期討会、先週16日も都内中野区の命の言葉社に集まり、今年最初の祈り会が持たれました。壇上に立って挨拶をした横田早紀江さんは、この長い年月の中でもう何回正月を迎えたかと思うと力が抜けそうになると切り出すと、それでも入院中のご主人茂さんの健康が守られていること、またご自身も祈りにどれだけ支えられているかなど近況を報告し、感謝の意を述べました。このような清い、ね、祈り会の中に1ヶ月1回置いていただいて、本当に心からの温かい皆さんの愛の中でこうして祈っていただいていることで、どれだけ大きな力をいただいてきたかなということを本当にいつも感謝しております。早くね、帰ってきてもらわないとね、みんな親の方々もみんなもう病気で皆さんね、入院したりしていらっしゃる方も多いし、一目会いたいと思うんでね、それだけは私たちの願いなので、最初からそれしか思ってませんので、どうぞこれからもよろしくお祈りくださいますようにお願いいたします。続いて拉致被害者家族を支援する救う会会長の西岡努氏より、北朝鮮に関する現状報告がなされました。国際社会の制裁が強まっている中、金正恩氏はそれでも核ミサイルを放棄しない意思を固め、戦いは長期化するが、この難局を自力で乗り越えてほしいと党中央委員会総会で発表したといいます。反発の声を上げようものなら粛清されるという独裁政権の末期状態にある北朝鮮を相手に、いまだ膠着状態は続いていますが、拉致被害者一括全員帰国の姿勢は断固緩めることのないよう、両国の指導者の正しい判断と解決を祈ろうと励ましました。この日のメッセージは東京キリスト宣教協会の福沢牧人牧師より、ヨハネの福音書17章から一つになるというテーマで語られました。毎月祈るために集まるこの会にとって、祈りを学ぶことは重要です。この箇所は2000年前のキリストの祈りが詳細に記されており、ここから誰に何を祈るのか共に見ていきました。まずイエス様は2種類の人々のために祈られました。一つは弟子たちをはじめ、ご自分と共に歩まれた人々のため、そしてもう一つはこれから神を信じるまだ見ぬ人々のためでした。それはつまり2000年後の今を生きる私たちも含まれています。次に何を祈られたのかというと、一つになることです。神様と私たちが一つになることと、また私たちお互いが一つになることです。それがどれだけ難しいことかご存知で、でもそれが一番大事なことなので、十字架にかけられる前、キリストは夜通し真剣に私たちのために祈られました。福沢氏は、政府の一致、国同士の一致を願うのはもちろんですが、その前にまず私たちが本当に隣人を愛し受け入れ、一つとなっているか吟味しましょう。私たちが主と一つになり、互いに一つになり祈ることで、神様が必ず御業を起こしてくださることを期待しましょうと語りました。まさに一つになることが難しい、私たちも家族が
また教会の中で、国の中で、また国家間の中で難しいということをイエス様はもう知っておられたということだと思います。でこの拉致の問題も本当に一つになっているなだったらもうすでに解決した、問題だと思うんですけれども、やはり、そのイエス様の祈りを受けて私たちがまず一つとなって、そして日本と、韓国北朝鮮が一つになった時に、めぐみさんが一日も早く戻れることを信じて祈ろうというチャレンジになりました。メッセージに続き、参加者は一同共に心を合わせ一つになって祈りました。すべての拉致被害者の救出を目指し、日本政府が妥協することなく正しい交渉を続けながら一刻も早い全面解決に至るように、拉致被害者とその帰りを待つ被害者家族の健康が守られるように、キム・ジョンウン氏の頑なな心が変えられて神の栄光を見ることができるように、その希望は決して失望に終わらないと言われるキリストを信じ、この2020年も拉致被害者帰還のためにどうぞお祈りください。